盛岡競馬場最終の第11競走です。東日本大震災復興記念 JRA VS 岩手競馬第2戦ジョッキー対抗戦 C1 クラス7番シャイニーサンデー取り消して13頭です。さあ最終戦ポイント差は JRA 50ポイントチーム岩手は44ポイント6点差。これからチーム対抗戦の第2戦最終戦です。さあ皆様どうぞお手持ちのタオルを掲げてですね、赤青それぞれの色を掲げましてチームを応援していただきたいと思います。これからモエレアンドロメダが収まります。スタートしました。13頭飛び出しました。東日本大震災復興記念 JRA VS 岩手競馬チーム対抗戦は第2戦です。先行争いはまず外目から上がっていきます。12番のナイトストーカーズ吉田豊が上がっていきました。リードは1馬身ほど取りました。8番ラビットサプライズ藤岡雄介が2番手、その外目を追走して上がっていこうというのが KB ラッキーか。この辺り固まった状態で内をついては2番のシルキーフェザント川田優雅で向こう上面に出てまいりました。その間を進んでおりますのがスカイリバー山本雅俊であります。14番モエレアンドロメダ中田定一と固まりまして、あと2馬身差で4番のオメガユーロスター追走しております。残り 1000m 通過斉藤雄一、内々を進んでおりますのはアポロパトリオット菅原俊理、外目から前の方に上がっていくのがケイジウィザード福永雄一です。あとは2馬身差で追走です。マーラウ岩田康成残り800の標識を通過、内々を進んでは9番大正ルシアン田辺博信、1馬身差で4番の北山男道南郷花膳です。1番コンバットジェット菅原勲これから第3コーナー入ります。最後方からのポジションですが13番の KB ラッキー村上忍残り600を通過3、4コーナー中間地点に入ります。先頭ナイトストーカーズ吉田豊が先頭ラビットサプライズ鞍上は藤岡雄介2頭ピタリと馬台が合いました。さあその後ろですが外目からスーッと上がっていくのが400を通過してこの辺り KG ウィザードか4コーナーから直線コースへ向いてまいりました。ずらりと横に広がっているナイトラビットサプライズ、ラビットサプライズ先頭に変わりました。ラビットサプライズ先頭外からはモエレアンドロメダ200の標識を通過、その後ろ KG ウィザード、さらに内をついては北山男道スカイリバーと横に広がっております。さあモエレアンドロメダ外から KG ウィザード福永雄一か、さあ間モエレアンドロメダ内から伸びたのがアポロパトリオット菅原俊理が制したか。ゴール前大混戦、最後の最後アポロパトリオット菅原俊理制したか。外には KG ウィザード5番のスカイリバーあるいは14番のモエレアンドロメダ、この辺り固まっておりました。ゴール前の攻防は大混戦となりました。第11競走は東日本大震災復興記念 JRA VS 岩手競馬第2戦、鮮やかでした。アポロパトリオット菅原俊理制しております。KG ウィザード福永雄一が2番手か。うち並んでおりましたのがモエレアンドロメダと中田定治。そして5番のスカイリバーと山本雅俊。しかしこの辺りは混戦ですが、アポロパトリオット菅原俊理制したようです。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよ。